ゆっきーでーす。酒好きな元新潟人の、飲酒動画。今回は、焼酎マニア、ゆっきーが、ね、ちょっとやってみたかったことということで、じゃーん。こちら、赤玉スイートワインを購入してきました。値段が600円ぐらいだったかな。うん、これ安いんですよ、ワイン。結構安いワインなんだけど。まあ、これ歴史があるワインで。まあ、非常に甘いワインですね。これをですね。これを、焼酎に、割って、結局、ワイン割りみたいな感じ。あの、何割りっていうんだっけ。あの、店でもこれ出されてますね。ワインで割る。何割りっていうんだっけ、あれね。梅割りではなくて、何割りだったか。ぶどう割りか。これ、ぶどう割りで飲むんですよ。やり方。ぶどう割りです。これ、あの、実際店でも出されてます。まあ、赤玉スイートワインを使ってるかどうかは不明ですけど、僕は行ったことない。赤玉スイートワインですね。こちらがアルコール度数 14% あります。ああ。これ結構女性向けのワインですね。すっげえ甘いんで。砂糖が入ってるワインなんで、実際入ってるんですけど、これね。日本人の味覚に合った美味しいワインを作りたい。赤玉は1907年の誕生から100年以上にわたり世代を超えて愛され続けているスイートワインです。ぶどう由来の優しい甘さでさらりと、柔らかな口当たりフルーティーな香りが広がります。だからこれはね、結局、あれなんですよ。これは実際砂糖を加えてるワインだからね。製法の段階です。普通のワインと違うんです。これなんてワインだったっけ？そう、甘み果実酒って。普通のワイン果実酒なんですよ。確か。でもこれは甘み果実酒っていう、いわゆる梅酒とかと一緒の、あれ？梅酒ではないのか。なんていうの？ベルモットあたり。ベルモットですね。ノイリープラットっていうベルモット。ここにありますけど。このベルモットっていう、まあ、主に使うのがこれ、あれだから。なんだっけ。マティーニ。カクテルの王様マティーニの材料ですね。それでは、いただきます。完璧。あ、思ったよりそこまで甘くない。ストレートで飲むと当然甘いんですよ。むっちゃ。実際ちょっと飲んでみましょう。ストレートで。俺甘い酒あんまり好きじゃないんですけど。ストレートで飲んでどれぐらい甘いかちょっと。まあ俺、赤玉スイートワインは何回か飲んでますけど。乾杯。うん。甘っ。これ子供向けのワインみたいなもんですね。いわゆる。いや、子供は飲んじゃダメなんだけど。だから女性にすっげえ人気ですね。うん。っていうより、なんていうかな、ワインの渋みが嫌いな人向けのワインみたいな感じ。俺も渋いの嫌いなんで、白ワインの方が好きなんですけど、うん。そこまで甘くないね。確かに甘いは甘いけど、ほろ甘い。うん。でも美味しいですね。ちょっとこれ、1対1ぐらいで割るとちょうどいいかもね。うん。
これは、来る。めっちゃ来る。来るわ。うん。結構知らない人いると思うんで、あの、ね、赤玉スイートワインって結構知らない人、まあ、多分いると思うんで、言っときますけど、これね、すごい、先ほど言いましたけども、歴史がすげえある。100年以上あるんです。110年以上あります。歴史のある、ワインです。これはぜひ、あの、甘いの好きな女性とか、あと俺も好きなんですよ。この赤玉スイートワインって。うん。これちなみにあの、ググると、白ワインバージョンもありますね。これは赤ワインバージョンだけど。うん。俺もね、赤ワインはね、あんまりね、好きじゃない。あんまり好きじゃないんで。てか、そもそもワイン自体が好きじゃない。なんでかっていうと、だいたいワインって、あの、渋い。んで、なんだろうな。まず渋い。もうこれに尽きる。うん。で、チューハイみたいに甘くないから飲みづらい。で、ビールとかは苦いからいいけど、逆に苦味も何もない。で、なんていうか、ぶどうなんだけど甘くないから、なんか頭の中でこんがらがるっつうか。あれ、ぶどうの香りなんだけど、あれ甘くない、なんだこれみたいな感じ。うん。赤玉スイートワインは飲み方は、ストレートでも一番うまいと思うけど。まあ、ロックとかでもいいし。アルコール度数は 14% ありますから。まあ、普通のワインとほぼ同じっていうか、まあ、同じですね。うん。ソーダ割りで飲んでもいい。あ、そう、ソーダ割りもいいよね。あ、ソーダ割り、1対1ぐらいのソーダ割りとか、3対1か2対1ぐらいでもいいし。で、ロックで飲んでもいいし。うん。これは、ワイン嫌いな人は、一回飲んでみた方がいいかもしんないですね。これなら飲めるっていう女性の方多分結構いらっしゃると思います。で、これなら飲めるってなって、あ、うめえじゃんってなって、こう、ワインが好きになる可能性もありますからね。確かに、あの、若干渋いです。うん。ただね、明らかに甘さの方が強いんで、甘さが完全にかき消してくれるんで、これは、せやな、二十歳ぐらいの、酒飲み始めた、甘いの好きな、まあ男性、もちろん男性でもいいし、俺も甘いの好きな人間なんで。俺、あの、昔、大阪いた時に、有名な、あの、バイキング、あの、ケーキバイキング店行ったんです。有名だったから。そこ行って、一人で、他の客全員、女。女のなんか友達とかと一緒になんか3人ぐらいで一緒に来てるパターンのやつ。ばっかりで。で、俺彼女もいないんで、あの一人で行ったんです。で、多分値段が1500円ぐらいで食い放題。多分2時間ぐらい食い放題。俺結構全然そういうとこ余裕でいける人間なんで。うん。昔流行ってた、シャワーっていうか噴水みたいにチョコレートが出るやつあったじゃん。
あれでなんかイチゴとかピャーってくっつけて炙って食べるやつ。あれもあったし、まあ当然ケーキとかもたくさんあって、フルーツとかもたくさんありましたね。ちょっと気まずかったけど、まあ、いいや、みたいな。結構チラチラ俺のことを見てくる、やからがね。性格が、ちょっとねじ曲がっている女性の方がいましたけど。ああいうのはね、気にせずね、食べましょう。俺も甘いの大好きで、ね。普通に食いまぐりましたけどね。あと昔、甘いの好きな人はね、俺昔ケーキ工場に働いてたんで、帰りに、ケーキ食い放題でしたから。あと、食い放題な上に、結局味見っていうことで、てか毒味ですかね、いわゆる。毒味っていうことで全員っていうか食うんですよ。一口ぐらいは絶対食うんですけど。だから、それで大量に食って。で、あと、帰りに、いわゆる廃棄になる予定の、例えばなんか傷がついたりとか、ちょっとイチゴが傷んでたりとか、なんかそういうなんかあるじゃないですか。いわゆる、検品漏れのやつ。あれのケーキが大量にあって、で、だいたい10個ぐらいで、ショートケーキ10個で、まあだいたい500円ぐらいで購入できたんですよ。まあそれも買ってたりとか。あとは、結構ありますよ。そこの工場はすげえいろいろお菓子作ってたんで、もうそれの全部の種類の、その検品漏れとかを、バームクーヘンのかけらだったりとか、端っこだったりとか、大量に、こんなでっかい袋に入って、200円とか、バームクーヘンのなんか、結局、切った時のこう、端とか、端の方ね、とかを、こんなでっかい袋に入って、食えねえよって。いうのを、200円とかで買えるんです。昔それ毎日食ってて、まあ僕、全然、痩せ型なんで全然太んないけど、全然太んなかったけどね。一年ぐらいずーっと一日ケーキ5個ぐらいずつ食ってたけど、ショートケーキ5個ぐらいずつ食ってたけど、一切太んなかったからね。今はちょっとその反動が来たのか、三段腹ぐらいになりましたけど。でもそれでも、そこまで太ってないですよね。うん。確かに、ここら辺、贅肉のあたりっていうか、へそのあたりの肉がついたなーって結構つきましたね。ウエストがね、かなりでかくなりましたけど。でも実際体重測ってみるとだいたい60キロ。65キロ未満ですね。身長が173ぐらいなんで。まあ60、昔は本当に全然太んなくてね、逆にガリガリで体脂肪率とかひどかったんで。まだ太りたかったけど全然太んなかったから。結局、あれなんだろうね。そういうことだよね。30歳ぐらいになると、太り始めますね。大体俺28歳ぐらいから、やけに太ったなーって思い始めましたね。それまで全然太んなかったんだけど。なかなか。
うん、ということでね、ぶどう割りの赤玉スイートワインバージョンのぶどう割り飲んでみた結果、うん、やっぱ合いますね。普通のワインで割ると全然、俺全然ダメですね。普通のワインって渋いっていうのと結構辛い。ね。甘くもな、一切ない。普通、ぶどう割りってワインで割るんですけど、普通のワイン全く甘くもないんで、全然あれなんですよ。だけど、やっぱり、ぶどう割りするのはやっぱ、この赤玉スイートワインね。まあ、600円ぐらいでこれ1本買えますんで。皆さん、この日の丸のマーク、わかりやすいんで、これ飲みたい方はぜひ、近くのスーパーに多分売ってます。かなり有名な、もうどこでも売ってるレベルのスーパーメジャー商品ですから、これワインで。ワインで行くと、スーパーメジャー商品。多分どこでも売ってると思う。売ってないスーパーはそこはゴミだからっていうことになります、ね。うん。だってさ、お前、110年以上歴史があるんだぜ。これ創業110年ですよ。この赤玉が発売されてから。100年以上続いてる企業っていうか、あれなんてないぜ。すごいよ。ということで、まあ、これは暫定的に、まあ、うまかったかまずかったかっていう感じでいくと、うまい5つ星。これは、やっぱぶどう割りには一番合うね、このワインが。それではご視聴ありがとうございました。